CT-4 エアトレーナー CT-4EPAC CT-4 エアトレーナーはニュージーランドのエアロエンジンサービスリミテッドで開発された練習機。エスルが1982年にパシフィックエアロスペースコーポレーションとなって以降は同社の製品となった。しばしば CT-4 あるいは CT-4 とも表記される。CAC ウィンジールの後継機を求めていた。 オーストラリア空軍の要求に基づき開発され、1972年2月23日に初飛行した。機体はエッスルの複雑系飛行機エアツアラーを元にしており、外見もほぼ踏襲しているが、プラス 6G から 3G の間で極機飛行が可能であり、軽機飛行にも対応している。210馬力のエンジンを搭載した初期型の CT4A と CT4 バイトは、 オーストラリア空軍のほか、ニュージーランド空軍と太陽国空軍にも採用され、民間にもスポーツ機として販売された。1981年に生産は一度終了するが、オーストラリア空軍からパイロット教育の一部を委託された b a e アンセット向けに1990年から2年間だけ生産を再開。その後アメリカ空軍の要求に基づきエンジンを300馬力に、 強化した CT-4E が開発され、アメリカ空軍での採用は逃したものの、ニュージーランド空軍と太陽国空軍に基存機の更新用として採用され1998年から生産が開始された。なお、ターボプロップエンジンを搭載した CT-4C と引き込み足を採用した CT-4D も開発されたが、全車は試作のみ、 後者は計画のみに終わっている。生産は最終的に2008年まで続けられ、155機が生産された。ニュージーランド空軍では T-6C に更新され、退役しており、オーストラリア空軍でも PC-9 ともども PC、PC-21 に更新される予定である。ありがとうございます。